画像マイナス一重脚目は、かつてアフロユーラシア大陸に生息していた、植物植生ユーヒズメ哺乳類の一分類群。原生種で言えば、イのような形態をした仲間である。約4、レーレレレレレレ前のアフリカ大陸に、現れ、やがて、ユーラシア大陸にも分布を広げた。彼らはに、レーレレレレレレ以上の間にわたり、繁栄したが、約2、 300万年前を境に地上から姿を消した。神経物下綱のうちの中世代白亜紀のアフリカ大陸で系統発生したアフリカ十条目に属し、さらにその中の金ヒズメ類として総括される有ヒズメ哺乳類の一つである。アルシノイテリウム科とフィナコロフスカノニ科で構成される。比較的よく知られている種としてアルシノイテリウム属を挙げることができる。 ひるがして言えば、それ以外で一般的に知られている種はない。10脚目の化石は1970年代まではエジプトのファイユーム地方以外から発見されることがなかった。そのため、アフリカ大陸に固有の絶滅哺乳類と考えられてきた。しかし、1980年代に入るとモンゴル、トルコ、ルーマニアからも発見され、 ユーラシア大陸にも広く分布していたことが明らかとなった。その後も北アフリカのリビア、同じくサブサハラアフリカのエチオピアとアンゴラ、アラビア半島のオマーン、及び中国が発見地リストに書き加えられている。0脚目は骨の太いが安状で大きな体育と短くはあるが柱のようにがっしりとした獅子を持つ重量感のある動物であった。 このグループに属するすべての種がそうであったわけではないが、代表種であるアルシノイテリウム属などは、頭部、その分部情報に巨大な角を備えていて、非常に印象的である。外観は、原世の際にかなり似ていたに違いない。ただし、両者の間に進化系統上の類縁性はなく、すべては修練進化による結果的相似である。核質でできている際のそれとは異なり、 彼らの角は個室であった。すなわち、体毛の角質が伸長し変化して形成された際の角とは全く異質な頭蓋骨自体の伸長による形成が10脚目の角の特筆すべき形質の一つである。アルジノイテリウムの頭部にある並列した2本の巨大な角は斜め前方に向けて相当な威圧感を持って突き出している。ただし、角の内部は空洞となっており、 大きさの割には、軽量の構造体である。還元すれば、そのような構造があったからこそ、ここまでの巨大化が可能であった。また、表面に確認される溝は、血管の痕跡と考えられ、このことから、角は、皮膚組織で覆われていた可能性が高い。画像マイナス1参照、アルシノイテリウムジッテリーの頭骨化石標本。体の皮膚は、原生の像のそれに似て、分厚く、 そしてほぼ無毛であったと推定される。葉は幾分原始的であり、またその形状から植物植生であったことがわかる。彼らの生息地として推定されるのは平坦な地形に水が豊富にあり、比較的明けた森林地帯、すなわち熱帯及び亜熱帯地域のマングローブや温帯地域その他の小宅地である。住客木は アフリカ獣上目の海区分の一つであるところの金ヒズメ類に属している。このグループは岩田抜き目の祖先を規定として発生した単系統群であり、岩田抜き目、獣脚目、そしてテティス獣類の名で束ねられる長尾目、海ウ牛ウ目、束柱目を合わせた古目で構成されている。獣脚目は岩田抜き目から最初に分化したとするのが最も有力な説である。テティス獣類は 10脚目の素型を中立ちに、岩田抜き目の素型と繋がっている、可能性が高い。しかし、10脚目こそがこのグループの素に、最も近い系統であるとする説、あるいは、岩田抜き目に始まる系統とは分けて考えるべきとの、説も無視すべきではない。ありがとうございます。